葛飾町は千葉県東葛飾郡にかつて存在した町、現在の船橋市の西部地域にあたる。葛飾村は1889年の町村政志向によって西渡巳、山野、院内、寺内、本郷、古作、双子、小栗玄の各村が合併して成立した。村名となった葛飾の由来ははっきりとはしていないが、本郷にある。 葛飾軍僧者の葛飾神社にちなむというが確かではない。葛飾村は1931年に町となったが、1937年の船橋市誕生でその幕を閉じた。葛飾の名称は、その後、昭和15年に旧寺内地区が船橋市葛飾町1.2丁目となり、その後大部分が住居表示志向により西船に町名が変わったものの、 二丁目の一部が現在でも残されている。本町は、律令時代には、小栗原周辺は、下宇佐国葛飾郡や渡荘に、それ以東は、千葉郡千葉荘に属していた。本町は、北側の大地と南側の低地からなる。大地は、第四期古草で、土星は、腐食室に富んだ、食土からなる。南部の低地は、水田に適した第四期新草の上質佐土である。 本町は沿岸部に位置していることもあり、風と降雨の影響を強く受ける。冬季と夏季の大陸風、海洋風の区別は割合区別できる。冬季は北西の乾燥風のため、晴浪の天気が多い。一方、夏季は湿気を含んだ海洋風のため、相当量の降雨があり、長雨による河川氾濫などの影響を受けることも多い。海道交通の主は、 馬か徒歩、人力車、自転車が主で、物資輸送の場合は、入馬車、銀車や二台車が使用された。神社寺院、ありがとうございます。